私塾月仙女学館。トリマ、行ってくるね。行ってらっしゃい。お前の怒りや悲しみは理解できる。しかし俺に言わせればな、悪を殲滅しようとする行為だって悪そのものだ。半蔵、俺が悪だというのか。違う。人間なんていうのは多かれ少なかれ悪の部分を持っているってことだ。それを否定しても始まらん。ならば俺は悪などない光だけの世界を作ってみせる。
蛇所の抜け人がいるのはここですね。野放しの悪人ほど危険なものはありません。確実に始末しないと。誰かと思って来てみれば、アスカたちにちょっかいを出した善人じゃないか。どうした？今度は私たちと学園祭をやりに来たか？私たちホムラ・グレン隊は学校ではないが、団体戦ならいつでも受けてやるぞ。悪の存在は善を惑わします。やはり見過ごすわけにはいきません。悪は許せないというわけか。まるで昔の私を見ているようだな。もっとも、私が許せなかったのは善だったがな。あなたと同じにしないでください。まあ話し合ったところで分かり合えるものでもない。忍びなら戦って白黒つけようじゃないか。いいでしょう、望むところです。ほいほーい、じゃあ最初は私がやっちゃうよ。ホムラ、だったら初めは私がやるよ。ミレンか、頼んだぞ。私はシキ、よろしく。ミレチンが私の相手ってわけね。なんなのこのギャルっぽい子は。でもこういう人と話したことないから、もしかしたら小説のネタになるかもしれない。え、ミレイチンって小説書く人？ちょっと人の独り言を勝手に聞かないでくれる。だって聞こえたんだからしょうがないじゃん。っていうか、悪人の書く小説って興味あるんだけど。意外ね、あんた読書しなさそうな顔してるのに。あ、超失礼じゃない、それ。私こう見えても読書家だし。そうなの？毎日一冊は本読んでるし、オールジャンルかかってこいだし。漫画を描く友達にもアドバイスしてるし、関係ないけど般若心経が趣味だし。もうさっさと戦うわよ。じゃあ一つ約束、私が勝ったら未来人の小説読ませてもらうからね。鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。いいじゃん。
えなさすぎ。未来の小説読ませてもらおうかな。忍びの家のラプンツェルね。どうなのよ。感想聞かせなさいよ。マジうるさい。真剣に読んでるんだから黙ってて。面白かった。どこが面白かった。
白いの？ミライチ、しー、まだ途中。なるほどね、読み終わったよ。やっぱり感想はいいわ。聞いたらもう書けなくなっちゃうかもしれないし。てかすっごく面白かったよ。未来人マジすごいじゃん。本当？設定がかなりぶっ飛んでるのに心理描写が丁寧に書かれてるよね。から物語の展開にぐいぐい引き込まれちゃった。ありがとう。めっちゃ私好みの展開だし、未来人のファンになっちゃった。ってことで勝負はここまでね。私にとどめは刺さないの？とどめ刺したら未来人の小説が読めなくなっちゃうし、だから私はもう行くね。ほんと笑えないし、私が悪人の書く小説にはまるなんてマジありえない。こんなんじゃ悪を憎めないよ。どうしよう、黒影様。
忍びごっこ大好き。いってらっしゃい。わしは待たんで、スタコラさっさ。タッチ、捕まえた。鬼ごっこ楽しいね。なるほどな、今のは鬼ごっこやったんやね。なんやよう分からんけど、追いかけられたから逃げてしもうたわ。みのり、鬼ごっこ得意なんだよ。黒影おじいちゃんにも褒められたんだ。そうか、みのりさんは足が速いもんな。ちっこいのに大したもんや。分からんけど、別にええで。好きにしたらええやん。じゃあ次はヒカケちゃんが鬼ね。みのりを捕まえて。待て待て待て、どうしたん？みのり、戦わなくちゃいけないんだった。あ、そうやったんか。ほな、戦おうか。でも。なんや、戦いたくないんか？戦った後に遊べばええやん。本当に？みのりと遊んでくれるの？遊びたいなら遊べばええやん。なんか問題あるかの？ないない。じゃあ早く戦おう。ほな行くで。任務開始。Thank you.
げ埋陣汁いざ鎮魂の夢に埋陣私、少し休憩が必要みたいや。わあ、みのり、やりすぎちゃった。ごめんね、日陰ちゃん。別に気にせんでええで。戦ったんやから当然や。でも日陰ちゃんしっかりして。なんか随分とおかしな感じやね。わしはみのりさんの敵やなかったんかい。難しい問題やな。どっちにしてもわしはこの体じゃしばらくはみのりさんとは遊べんわ。その間にゆっくりと考えればええんとちゃうか。